こんにちは。動画見てくれてありがとうございます。エモーションフリーセラピスト、オルガニストのアンナです。ちょっと慣れてきたので、3つ目の動画を、エモーションフリーの動画を撮ってみようと思います。何か、嫌な手放したい気持ち、そんなのもしあったら、思い浮かべてみてください。私はですね、今ちょっと昨日草にかぶれて、道に生えてた草にちょっと触っただけチクチクチクって刺されてかぶれてしまって、はかゆいの嫌だなって思ってるので、ちょっとそれをやってみたいと思います。片手をどっちでもいいですけど、とか体のところ一箇所に当てて、ちょっと集中、日中集中状態というのを使って、まあ意味わかんなくてもいいですけど、立てながら、唱える、口出してもいいし、と思うだけでも、効果ありますので、やってみてください。まず、どのぐらい、数値化します。まずどのぐらい嫌な気持ちがあるかっていうので、人生最大でこの嫌な気持ちを10とした場合に今どのぐらいあるかっていうのを数値を、まず感じてみてください。これが本当嫌だったら10、まあ、0がないっていう感じですね。ちょっと私もこれそんなにはないんですけど、さっきも一回言っちゃったんでね。で、なんか数字、例えば5とかっていう、じゃあそれでスタートします。フレーズ作っていきますね。もう棒読みでいいです。私は、かゆいというものがすごい嫌だと感じています。信じています。考えています。パターンがあります。決めています。そういう自分を深く受け入れ、深く愛します。で、深呼吸してください。で、数字、さっき数えた数字ですね、どのぐらい嫌な気持ちが残っているか、もし、少しでも下がったら、繰り返しフレーズやってみてください。だん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 下がっていくと思います。何々と感じています。信じています。考えています。パターンがあります。決めています。そういう自分を深く受け入れ、深く愛します。深呼吸します。これ簡単なエモーションフリーの方法です。何か、まあ、嫌だなと思ったものとか、気になることとかあった時に、フレーズをね、前半のフレーズを考えて、ちょっと変更してやってみてください。ではまた動画撮りたいと思います。ありがとうございました。